いやー、マジで、頼む。よーし、頑張るぞい。頑張るジョイ。今日も一日頑頑張る張るゾぞイ。い。ぞいって何？ゾイ。ラッタがリアクション担当。そうそう、俺カメラマン担当だから。てかさ、どうする？何？どうす るってど、何？ど、ドリランド。どっちが前？古いなぁ。あなた俺。が前だよ。だって俺のリアクションだから薄いんだって。俺も薄いよ。いや、嘘だ いよ。や、薄いよ。お前の方がヒャンヒャン言うでしょ？ヒャンヒャン言うって。ヒャンヒャ確かン言にう。スキン買えないの？いや、スキンさ、反映されねえでやんの。なんで？わかんない。別のパソコンだと反映されるんだけどさ、自分の視点でもされないの？されてないの。え？謎。ログアウトすればいい。ログアウトしても、俺マイクライン再インストールまでしたんだけどダメだった。ええー、それはもうダメだな。でも、これで、いや、でも、そのまんまの方が俺的には、そうか。裸同士。いや、だからお前を一緒にすんな。なんで？全裸じゃないから、そんな肌色悪くないほし。ぼ全裸だもっな。と綺麗なピンクだし。信号場所もうすでに似てる。すごい。間実違って況た者のし。鏡。いや、もう優秀よやからな。し。おー、いた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 。おはようございます。はい、どうもー。これは、ラッダあれですか？え？F やんに気を使って、そう、俺が気を使っフォーマルて、な感じで、フォーマルって。合わせてきました。なんか服着てると、なんか気まずくなるもんな。なんか、ちょっと冷たい視線で見られるから、F やんさんに。これをフォーマルって言いますまか、こたれこいつを。服着てるよ、みたいな。お前言うやで、それ。めっちゃブーメラン刺さってるから。いやいや、僕は葉っぱつけてますから。紳士のたしなみですよ。こいつつけてないじゃないですか。俺まあ、はそだっれの代わて。りに、マフラーがね。そうそうそう多そう。分ここに陰部が隠れてるいとや、思う。俺、ブツないから。てか、ブツどないこかにら。ついてんだ、陰部。ないないない。ブツ自体。見せたあかんやつが。そうそうそ多分この首の根元あたりになんかあんやろな。え、どこになるついほど。てんの？それと、はい。このね、山道を歩いていって、はい。祠に入ってもらうんですけども、ほう。その先で隠れ里に行きます。で、隠れ里で、探索を行ってもらってね、自分で情報を集めて、どうやったらまた前川郷に帰ってこれるかっていう手段を調べてきてほしいんですよ。なるほど。で、調べて、それを実践してもらって、帰ってもらうんですけども、終盤ではですね、バッドエンドで終わる。要は、もう死んじゃったらそこで終わりっていうね、箇所もありますので、ほうほう。ぜひちょっと命の方は、大切にしながら進めていただきたい。なるほど。と思いますよ。それは怖いですな。あ、死ん全だら然、終わりっはい、わて。かりました。何？あ、全然何？全何？然わかりましたって何？ 言いかけたことは言えや。全然今、わコかりメまンしトた。の設定したから全然聞いてなかった。何やと？死ね。死ね。マフラーで首吊って死ね。大丈夫、大丈夫。その前もうす川ごい、郷俺に F 帰っやてんにくる同意やわ、ほんま。方法をやるのね。オッケーオッケーオッケー。任せほろんり。ま、聞いとけや。任せろり。オッケーっす。食べ物大丈夫ね。58個。あ、でも先生置いてこ。俺消えないよね、ご飯ね。え？ご飯消えないってどういう意味？食べたらなくなるよ。違う、前みたいな。金リンゴ的な。ないあね。ないね。え、なになになに？あるのか。聞くなよ、ありみたい。そう。ああ。いや、大丈夫。今から、大丈夫。中は大丈夫。わかりました。大丈夫、大丈夫。OK。はい。じゃあ、行ってみ行きます、る？行ききまます。すか。はい。じゃあ、お二人、スタートしてもらいますので。はーい。はい。はよろい。しじくね。ゃあ、ミュートします。行ってらっしゃいませ。イ行ってきイェーイ。行きまます。す。じゃあ、どうぞ。いや、だからあんたが戦争だっ て。俺は、俺カメマラジマンでなん俺だうかるさいよ、多分。ら。いや、知ってるよ。知ってるよって。肝試しなんだからそれが楽しいんだろ。人が怖がってんのをそばで見るから楽しいんだうよ、ホラわ、ー映い画やるわ、肝こう試いうしやは。つ、クラスに一人は。クラスにあ、一人違う、はって。そう。まあ、慣用句も。てか、こっちって言っちゃったらどうすんだろう、普通に観光してる人が。いや、いけないようになってるでしあ、ょ、そう多なんだ。分。わあ、ここれこドア PV がのある。とこやん、これ。ああ、こんなんあったっけか。見あった？気がする。え、何？入るの？
いや、行きなさいよ。行きなさいよ。行けばいいでしょ。絶対これ、ほら、見た、ちゃんと。何何？ドアが開きました、ちゃんと。さあ、行きますよ。勝手に閉まったな。あらららららいやいやいや。いやいや、ただ暗くなっただけやん。閉まった。閉まった。勝手に閉まったんすわ、今。行くよ。うわ、暗いね。うわ、暗いね。暗いよ。暗くて。放送画面は明るくしてあるけどね。俺のどうだろう。大丈夫かな放送画面。明るくしとけ。設定で明るくちょっとしときなさいって。ちょっとそこだけ確認していい？え？しおり読んでないの？読んだ読んだ。しおりに書いてあったでしょ？あ、でも大丈夫だって。あ、じゃあじゃあいいよ。あ、え？なんだ？あ、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 F4 さん。どうしたどうした？ワープしたよ。飛ばされたね。行く？行こうか。行こう行こう。さあ、なんかもう前回とは全く趣が違うね。ちゃうな。うん、完全なる肝試し。完全なる肝試し。え、なんかふわふわしてない、いろいろ。アースアースアース、地球なんか見えるな、奥にね。なんですかあれは。なんだろう、あれよく見て。あ、エンド鉱石が出てきたよ。エンド鉱石？あ、本当だ。あー、これエンドワールドじゃない？あー、エンドワールドに飛ばされた。明るくなった。あー、本当だ。エンドワールドだね。おー、すごい。え、これ落ちるじゃん、じゃあ。うわ、怖ー、何これ。絶対落ちちゃダメだよ。絶対ダメだよ。なんでこんなザラザラ、こんなザラザラした背景にできるんだね。え、これあれじゃない？エンドワールドの普通のエンドワールドってこんな風になってんだっけ？あれ違うっけ？あ、これバリアブロックついてるわ。なってなかったっけ？わかんない。全然わかんない。行こう行こう。すんごーい。すごーい。ほんとなんか趣違うな、マジで、ね。全然違う。でもなんか新世界、新世界来てる、うん、これ。新世界？新世界で旅してる？新世界で旅しようだ。あ、これあれやん。なんとかの塔みたいな。すごーい。すごい。すごい。おばちゃんじゃん。まあ、なんでしょう、これ。すごい。何かを彷彿とさせるな。なんだろう。なんか見たことあるね、こういうの。ゲーム？なんかね、ゲームとかでありそうなの。あ、なんか言ってる。何喋ってる？なんか言ってる。お経だ、お経。南妙法蓮華経。南妙法蓮華経じゃないな。こっちから落とす。あ、人玉。人玉か。写真撮ろ。何？急にどうしたの？ここで心霊写真撮れるよ。はい、チーズ。はい、カシャ。はいはい、行こう。ここで要はなんか手がかりを探せってことでしょ？あ、そうなの。なんかだから話の流れ的にはこの世界に迷い込んじゃったから。うん、行け。なんだ。あ、ある。薄汚れた外の提灯が燃え落ちた。なんだろう。なんかあるよ、ここに。ちょっと待って。はいはいはい、行く行く。読んでいい？いいよ。薄汚れた初期、ずいぶん昔ここに迷い込んだじいさんが言うには、特別なお札を。特別なお札を門前の井戸に投げ込めば門が開くらしい。読まれた。特別なお札だって。なるほど。それを探す。この世界に、この世界に迷い込んじゃったから、なんとかして前川郷に戻りたいぜっていうことだから、うん、その戻るための手がかりを見つけなきゃいけないわけだ。なる。じゃあお札を探すのね。お札を井戸に入れるっていうことを一個覚えたよ。おめでとう。いいね。謎解きは好きだよ。でも謎解きは、いやーでもなー、怖い謎解きか。あん。お前のさ、悲鳴ならいいんだけど、あえぐのやつ。あ、なんか毎回提灯が落ちるね。そうだね。読んで。また一人島へと渡っちまった。そりゃ俺だって戻りてえが、おっかなくてどうしても足が進まねえ。手記8分の7。あ、なんか、なんか。うわ、な、なになになに。ふけが。上になんかいるぞ。行く？上がれる？上がれる。上がっちまえ。なんかいるね。あ、消えた。なんかいた？人玉？人玉がいた？人玉みたいなやついた。なんか隠しブロックとかあるのかな？ないか。うん。ないな。探索だね、完全に。うん。いや、時間はたっぷりある。ゆっくり行こう。そうだね。ゆっくり行こう。トイレ。どこトイレ？うん。こっち？
なんか行った家が分かんなくなっちゃうかも。ここ。そうか。そう、分かんなくならないように。なんかドーンってきそう。そろそろドーンってきそう。何その予感。あ、ちょっと。よし。初期8分の6。あ。今までも何人か島に行ったらしいが、みんな戻ってこないらしい。どっちなんだ、帰れたのか。島に行く。あ、後ろ。え、人。人？ほら、顔。あ、ほんまや。消えた。細野長者燃え落ちた。うん。え、なんかこれ。あ、なる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 。え、食べてる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 。減った。あ、え、めっちゃ減ってる。寿司が。こういう風に減ってくんだね、寿司。お椀ごと。お椀ごと。重箱ごと。重箱ごと減ってくんだね。あ、これとかかわいそう。うん、最後まで食べてあげればいいのに。どっちから来たっけ。ここじゃない、次。これ分かんなくなっちゃった。あ、でも入れないよ。え、結構広いな。広いね。迷っちゃう。チェストない。ここか。あった。あ、これ前。あ、いって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 いっ、気をつけろお前。あ、そっちバタバタしてる。誰これ。これが住人というかさ、うん、ないこの世界の住人の可能性。住人っていうか、そうね、怨霊、自爆霊みたいなもんかな、うん。どうやら特別なお札は周りの浮島で手に入るらしい。どの島でもいいらしいが、どうやって行くんだ。なるほど。はあ。浮島、まあなんか8つの塔に1つだけ行くみたいなやつだもんね、うん、これ。そうだね。浮島にどれか一つに行けばいいのか。お札を手に入れさえすればいいっぽいな。なんかもうズンズン進んでるけど、うん、行けないや。ラッターさん、ラッターさん。あ、怖い。なんか聞こえる。ラッターさん、ラッターさん。はい。あのね、テクスチャー反映されてないらしい。え？お騒がせしました。はい、お騒がせラッターでした。はい。やだな、これでまだバグってたら。なんかもうすでに、何どっから来たか分かんない。なんだよ、しっかりしてよ。ここから今入ったでしょ、今。ここやったよ。あ、やったわ。なんかちょっと薄暗くなった。あ、そうか、提灯が一個ずつ消えてるから、どんどん暗くなってってるんだ。提灯がないところに行けんのか。そういうことじゃない。提灯が光ってるところはまだ探索できてないっていうことになるよね、逆に言えば。入れないな。入れるのかな。あ、ここ入る。あー、赤ちゃん。赤ちゃんの声がする。とりあえず顔見たいな、俺は。これ顔来い。ラララララララ、怖っ。顔見えた。見えた見えた。あ、よかったよ。怖っ。あ、外の空気変わった。もうなんだ、空気が変わったときたか。超怖いやん、これ。手記8分の5。浮島に行く方法が分かったぞ。でっかい鳥居の内側に黒いもやが出ているときにくぐれば島にあっという間に着いてるらしい。でっかい鳥居の内側に黒いもやが出ているときにくぐる。よし、OK。覚えた？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 多分。よし。ここは？ここトイレか。は？トイレにお魚が入ってる。もらっていいかな？草屋じゃねえか。やだな。いいじゃん。食える食える。んじゃあもらうわ。うわー、持ち上がった。こいつ便器にもあるやつを。なんだよ、いいだろ。便器にあったやつを持ち上がった。縁がちょう、縁がちょう。ここはない。ない。提灯消えてるね。あとは提灯ついてるところは。あ、まだあっちついてるじゃん。そう、今回剣いらないってことは敵が出ないのか。そうだね。謎解きとか本当に肝試しらしくなってるのかも。お、まだお茶が温かい。ない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 。ほら、あ、ほんまや。湯気。まだどこが近くにいるんじゃんか。チェストある。いけ。俺見てる。8分の1。うえー。あ、待って、写真。あ、待って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 。どうした？ほっ！また出た、また出たか。あ、取れたか、今。あ、しゃ。おー、割れた。割れた。なんだって？窓ガラス割って、校舎。ここの里は時々人が迷い込む。昔いた奴らの手記を読み漁ったが、山の上の迷いがに、行ければ帰るれるらしい。迷いがで合ってるかな。迷いが。8分の1なのに昔いた奴らの式を読み漁った。一番最初じゃないの、ここが。
山の上の迷いの人気やばい。山の上、あ、そうなのね。なるほど。覚えた？はい、わかった。はい。覚え担当だからね、フィアンさんは。あ、肉が入ってる。ステーキが入ってる。なんでこんなところに。腐ってる？いや、普通にステーキ。もらおう。もらえ？俺は綺麗なステーキをもらって。おめでとう。F 山さんは汚い草屋を。そうそう。ここで。ああ、いる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 。何がいた？わあれ、シルバーフィッシュだ。違う、ネズミだ。ドブネズミだ。シミ、シミ、シミ。違う、ドブネズミだったよ、今。シミ、シミ。ドブネズミ、みたいだ。ああ、なんか光ってるよ、外。入り口のとこ。あれ、消えた。チェストやって。いいよ。待って、俺写真、シャッターチャンスを残さない。お前なんですぐそうやって、女子大生なんですぐそう喋りたがる。自撮り棒持ってきたスノーで。スノーで、猫になるから。私はもう諦めたよ。この年で歩くのもままならない。ここで骨を埋めるよ。これ一人の手記なのかな？違くね？違うか。でもわかんない。この人が、年寄りになったのかな？うん、なんかそういう風にも読める気がするけど、わかんない。でもいろいろ口調違ってたから違う人かな？まあまあまあ、8分の8は読みました。だってさ、お茶とかが温かいってことはさ、うん、やっぱ人が住んでた、うん、つい最近まで、まあ、そういうことになるね。うん、もうこあれ光ってないか、ここもうない。これ光ってはないのか、ここ光ってない、提灯じゃないのか。でも言ったよ、言ったか。うん、じゃあこれで全部かい。8分の 8枚全部見たっけ。覚えてる？わかんねえ。なんだよ。でもなくね、提灯。これ何なんだ、これ。待て。関係ないか。写真撮る。だいい。スノーはいい。で、山の上の塔に行くと帰れるって話でしょ。うん、で、浮島に、わ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 、なんか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 。なになに？鳥居が。わ、なにこれ。鳥居がなんか。なにこれ、気持ち悪い。わちゃわちゃしてる。気持ち悪い。なにこれ。気持ち悪い。触っていいのかな。黒いもやが鳥居の内側にあるとき入ると、あ、なるなる、あ、え、どこ行ったの？入っちゃった。浮島に行った？わかんない。なんで俺がまだ説明してる途中に入るかな。来て、あ、来た。浮島か、ここが浮島の一つだ。これもう一つに来ちゃったのか。そうだよ、ここでお札を探さないといけないんだよ。これ何の塔？ここまで見てくれてありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価、 Twitter フォロー、ニコ生お気に入り登録、 Twitter 拡散、 Twitch 登録、 LINE スタンプ1日10回使用、よろしくお願いします。ではまたー。